クシシュトフ・モンチニスキは、ポーランド・クラクフ出身のプロサッカー選手。ポーランド代表、シロンスク・ブロズワフ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。ビスは、クラクフの下部組織出身。トップチームに昇格し、2007年12月2日に、行われたグールニク・ザブジェ戦で、リーグデビューを果たすと、2007から08シーズンのエクストラクラサ優勝を経験し、 株組織でも優勝を経験した。2011年8月、グールニクザブジェニ2年契約で移籍。2014年1月8日、奇襲人は続級クラブに移籍。契約期間は3年で、給与総額は150万ユーロと推定される。奇襲人はでは、キャプテンも務めた。2015年7月、フルスノビスはクラクフに復帰。2016から17シーズンには、 リーグ戦31試合に出場し、シーズン終了後には契約延長のオファーを受けたが、これを誇示した。2017年、レギアワルシャワに移籍した。契約期間は2年。2017から18シーズンには、エクストラクラサ優勝に貢献したが、2018から19シーズンには、リーグ戦4試合の出場に止まると、2019年1月16日に、モンチニツキと、 クラブ側双方の合意により契約終了が発表された。同年1月19日、シロンスク・ブロズワフに移籍した。契約期間は2021年6月までの2年半となっている。ポーランド代表としては2013年11月15日に行われたスロバキア代表との親善試合で初キャップを記録し、2014年10月14日に行われた UEFA ユーロ2016予選のスコットランド代表戦で初得点を決めた。2016年フランスで開催された UEFA ユーロ2016の代表メンバーに選出され、準々決勝のポルトガル代表戦を含む4試合に出場した。2017年7月時点では国際 A マッチ24試合に出場し、1得点3アシストを記録している。 ありがとうございます。